さあピット離れで外枠が入れ替わっております千太さん465で待機行動になりました日本未来プロジェクト競争 in 宮島最終日の攻防いよいよファイナル大詰め第12レースの優勝戦です対戦メンバーは1号艇久田俊幸2号艇永田啓司、3号艇浜田有紗4号艇小野達也5号艇が古月宏6号艇は岡谷健吾以上6選手の対戦です さあ人気はインセンです1号艇の久田利幸予選トップ通過のシリーズリーダーバランス取れてどの足も上位2コースが2号艇の永田啓司こちらも仕上がりは上々でありますが課題の乗りづらさだけが解消できたかどうか3コースに3号艇は濱田有紗古巣の宮島で女子唯一の勝ち上がり近況の充実ぶりは一発の魅力も十分です 4コース引っ張って角一4号艇小野達也こちらも出足中心に充実の仕上がり5コース1つ打ち6号艇地元・大方に堅固周り足中心に自分好みの仕上がり6コースが5号艇古月し船足はパワフル展開つく足はありますさあ3対3第12レースの優勝戦進入インコースから1番、2番、3番4番、6番、5番です スタートししまたインからトップスタート踏み込んだのは1号艇の久田俊幸一周の1マーク逃げてく1号艇久田に2号艇4号艇が共に差して外を続くのは3号艇の浜田バックへ抜けますがここは持たした押し切ったじわりと前を締めて先頭1号艇久田俊幸すぐ後ろ2番手に2号艇の永田が迫る3番手の水は外で4号艇3号艇が並んでいましてスタートは正常でした一周の2マーク抑え込んだ1号艇の久田がトップ旋回2号艇続いては永田後ろ四号艇握って上がってきた 小野達也ホーム側に戻って上位3手が1番、2番、4番とじわり早々ばらけてきましてレースは2周目に移りました4手審査の4番手、3号手、浜田あとは後ろ水が空いて6号手、5号手、岡谷げ月と続いています2周の1マークをトップは1号手の久田2番手から2号手、長田3番手で4号手、小野がバックスレッチへと立ち上がりまして上位体形は1番、2番、4番 縦に長くなりました後ろも3号艇、6号艇、5号艇が追走しておりましてこれから2周の2マークトップは人気に応えた走りです1号艇は久田敏行2番手から2号艇の永田啓治3番手で4号艇小野達也上位体形は1番、2番、4番とばらけて固まってレースはこれより最終周回です。 ここは気合の踏み込みを見せましたトップスタートのインセンから堂々押し切ってみせた1号艇、久田俊之トップで3周1マーク2番手、吹奏は差しから2号艇の永田啓二3番手争いからは4号艇の小野達也が上がっていまして上位体系1番、2番、4番です。 さあ前走下関からは連続優勝そして今年初優勝、当時は1年ぶり2回目の優勝となります通算は43回目の優勝に向かって今、ラストターンマークをトップで1号で設楽敏之2番手、2号で永田3番手に4号で尾野を従いまして上位対決は1番、2番、4番第12レース優勝戦先頭1番、設楽ゴールイン優勝2番、ゴールイン4番、ゴールイン3番、ゴールイン6番、ゴールインラストで5番がゴールイン。